福知山整備高等学校は、京都府福知山市堀水内に所在する学校法人整備学園が運営する私立高等学校である。福知山整備や整備高校とも呼ばれる。現在の校名は2000年に福知山商業高等学校から改名されたもので、ある。京都府に位置しているが、隣接する兵庫県から通学する生徒も多いほか、寮もあるために、 遠方からの進学者も多い。野球やサッカーなど、不大会に進出する部活動もある。長らく男子校であったが、生徒現象により2000年に一部教学とし、2010年に完全教学となった。併設校であった整備大学、整備大学短期大学部は、学生現象によって運営終了となった。前身が男子校であり、現在でも、 男子の方が女子よりも多い。工術の野球部のように部活動が盛んである。毎年の伝統として体育祭では体力、精神力などを身につけるため男子1.2年生によるエッサッサ体操が行われていた。修学旅行の行き先はハワイであったが2011年度よりクラスごとの選択制となった後にそれを止めグアムとなった。なお、 2017年12月は北朝鮮からのミサイル発射予告の影響で生徒の安全確保代一に考え、同年9月に台湾に変更された。普通科と商業科があり、普通科は複数のコースクラスが設置されている。2017年卒業生の進学率は約75%だった。バレーボール部は全国的にも珍しいビーチバレーコートを。 学校内に設けている。ビーチバレーの全国大会で優勝経験がある。プロ野球女子野球サッカーお笑い芸人その他、ありがとうございます。